リスペラサッサポティンキプロ小石のつぶやきホンフンク、今回はギリシャ語学習についての放送です。本日もオンライン授業受けてまいりました。ちょっとギリシャ語学習に関する放送がご無沙汰となってしまいましたね。ご無沙汰となってしまった理由は、僕が授業についていけなくなってまとめる時間がなかったからですA2 レベルになってから見事につまずいてしまってますね。これはどげんかせんといかんということで、地道に頑張ってまいります。僕が悩まされているテーマはこちらです。リマタアプロスメロンタス。リマタは動詞ですね。アプロス単純、メロンタス未来形、動詞の単純未来形というものですね。こちらは動詞に活用があったように、未来形も特殊な活用をするようなので、まあまたたくさんいろいろと覚えなければいけないわけなんですよね。未来形っていう言い方が面白いですよね。メロンタス、メロンタス。いやみんな、僕の名前はメロンタスだよって、まあこんなね、ラブ書きしようとちゃうんすけどねちょっと思いついたので書いてみました。まあね、こんなね、現実逃避をしたくなるぐらいちょっと難しいんですよ、僕にとってそれでは早速内容について紹介いたします。動詞の現在形の活用について紹介させていただきました際にも申し上げましたが、ギリシャ語の動詞には3つの類型があります。まずティポスアルファ、タイプ A と呼ばれるものですね。早速見てまいりましょう。ここではギリゾという単語が紹介されています。こちらは英語で言うところの turn、 回すというような意味ですね。後々他の動詞についても紹介いたしますが、大きな特徴としてはセイタアルファ、サーですね、こちらがつきます。そして主語によってこのような変化をいたします。このギリゾという動詞に関してはゼータの部分がシグマに変わっていますね。ギリゾという現在形が未来形になるとサギリソとなりますね。それ以外の部分に関しては現在形の変化と変わらないですね。僕が無理やり当てて覚えようとした活用語尾ですね。あの以前の放送で紹介しておりますがおいしい梅得て運ですね。まあこれしか僕は覚える方法がなかったんでおいしい梅得て運と、まあ、あの一緒に覚えていただけましたらと思いますが、ゼータがシグマに変わっております。続きましてマギレヴォ、こちらは英語でいうところの I cook、 料理をするという意味の単語となります。覚え方としてなんですけれども、マギってつくじゃないですか。調味料のマギっていうメーカーありますよね。マギとレボなので、マギーレボリューション、マギーで革命をということで料理ですねあの調味料を入れると美味しくなりますよね。まあ、別に僕はあのマギーの回し物でも何でもないんですけど、まあ、覚え方としてですね。
ちなみに化学調味料を入れまくる人はね、ちょっと僕あんまり好きじゃないんですよねって、まあ何の話をしてるんだって感じなので進みます。この動詞のタイプの場合は V となっているところが ps という音に変化します。マギレヴォという現在形が未来形に変わるとさマギレプソとなります。 V の部分が psi に変化します。続きまして聞いたぞ、意味は来たぞって言いたいんですけれども違いますね。英語で言うところの I look 私は見るという意味ですね。覚え方はもうさっき言ってしまいましたが見に来たぞっていう感じで覚えてみてはいかがでしょうか。まあ頭のいい方はね、こんな変な覚え方しないかもしれないんですけど先ほどはこのギリゾのズ、ゼータの部分がシグマに変わる類型を紹介いたしましたが、このキタゾのタイプはゼータがクシーに変わります。なのでキタゾという現在形が未来形に変わる場合はさきたくそとなります。少々お下品な表現にはなりますが、これらの動詞はゼータがシグマに変わらずクシーになるのでクソシリーズと覚えます。これらはすべて主語が一人称単数の場合なんですが、クシーにオメガがついてるんですよね。なのでここの音が自然とクソになるんですよ。なのでクソシリーズです。聞いたぞ、英語でいうところの I look 私は見ます。ペーゾ、 I play 私は遊びます。プロセホ、 I watch または I pay attention to 私は注意します。フティアフの I make 私は作ります。アニゴ、 I open 私は開きますという意味です。この段階で覚えるの辛いわと思ってしまってたんですけれども、こういう救世主シリーズもあります。上から順番にインメ、これは英語で言うとこの I am 私は何々であるという意味ですね。エホ、 I have 私は持っています。カノ、 I do 私はします。クセロ、 I know 私は知っています。ペリメノ、 I wait 私は待ちます。パオ、 I go、 パオと同じ意味合いで使われますがピゲノというものもありますね。 I go 私は行きます。これらの非常に使用頻度が高そうな意味合いの動詞ですが、未来形にしますと、なんと、さをつけるだけなんですよね。非常にありがたいんですけれども、これを見たときに、いやもう全部これでいいやんと思っちゃったんです。全部さつけるだけでいいじゃないかって思ったんですけど、文法にケチをつけるのは初学者によくありがちなことですよね。まあ、こういうルールなので文句を言わんと一個ずつしっかり覚えてまいります。
さてさて、今回は未来形についての部分、序盤を紹介いたしました。まあ、僕はもうこの時点でつまずいてしまっているので結構危ないですよね。このテキストではまだレッスン15のところを写しているんですね。今授業ではレッスン18まで進んでしまっております。まあ、正直こんなに開けてしまったのはよろしくないかもしれないんですけれども、まあ、僕にとってすごくいいことは、今こうして YouTube で僕の勉強にもなりますし、チャンネルでギリシャ語について紹介しますっていうふうに言った手前、やらざるを得ないみたいな感じの状態になっているんですよね。なので奮い立たせるモチベーションにつながっております。残念ながら僕のチャンネルの中で一番人気のないコンテンツというのがギリシャ語学習についてのものなんですよね。人気がない理由は、まずギリシャ語を勉強したいっていう方が多分そんなにいらっしゃらないんじゃないかなというところですね。僕は日本語でやってるんで、基本的に僕のチャンネルをご覧いただいている方っていうのは少なくとも日本人である必要はないですけれども、日本語がわかる方でないと厳しいですよね。続いて、僕のチャンネルは基本的に静止画ですよね。顔も出さずに、おっさんが一人でボソボソ喋って、一人で勝手に笑ったりとかするようなチャンネルなので、あんまりこう真面目な語学番組でもないですからね。ただ、自分自身の動画をたまに見直すんですけれども、もう少し注目が集まるようになったら撮り直してもいいのかなっていうふうに思っております。その時は字幕もしっかり使ったり、表示させている文字も僕の殴り書きノートの汚い字のものではなくて、パソコンで印字したようなものだったりだとか、とにかく編集スキルを上げて語学チャンネルっぽくできたらいいなっていうふうな理想はありますね。今はご覧いただいている方は非常に申し訳ないですね。これはスマホで撮影してるんですけど、よく僕の右手がこうプルプルってこう震えてますよね。見苦しい部分がたくさんありますが、ご覧いただいている方は本当にありがとうございます。ほとんどでもギリシャ語のコンテンツに関しては再生数ほとんど僕ちゃうかなと思ってるんです。テスト前に自分が言った内容を耳で聞いていました。で、結構それで頭に入った部分もあったので、もうちょっと多くの方々に聞いていただけるようなコンテンツに成長していけたらなと思ってますね。つい最近僕のリアルのお友達から僕の YouTube チャンネルに関するご意見をいただいたんですよ。そのご意見というのが、今せっかく珍しい国に住んでてギリシャ語の勉強もしてるんだったら、日本人の方に向けてギリシャ語を紹介したらどう？みたいな感じで言われたんですよね。してまーす。僕ギリシャ語の単語とか表現とか、自分がギリシャ語レッスンで習った内容を紹介するっていう放送は何回かやってるんですけどね。それも見ていただけてないっていう証拠ですよね。今後面白いなと思っていただけるコンテンツを作っていけるように頑張ってまいります。あとは自分自身の勉強もしっかり頑張っていけたらなと思っております。それでは今回の放送はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。また次回以降の放送もご覧いただけますと嬉しいです。
それでは、たれめごきげんよう。さようなら。